最近の教育観とかこうあんまり怒らない人が多いじゃないですか。どうですか、小さい時怒られませんでした？小さい時はもう僕の父親は巨人の星に出てくるような星一徹のような方だったんですよ。うん、途中いくつからやってたんですか？それ、まあ、スケートは3歳から始めたんですけども、まあ、当初は僕の喘息を治すため、うん、まあ、姉がスケートをやっていたっていうのがきっかけだったんですが、まあ、だん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 本格的に父親も気持ちが入ってきたんでしょうね、うん、ものすごく厳しくなってきて指導するようになってきたんですよね、うん、僕が小学校2年生の時に、うん、余命半年の末期のがんですって言われて、うんうん、でそこから本当厳しい父親により変わっていったんですよね、うん、半年間という限られた中で何を伝えれるかって言ったら、うん、ものすごくやっぱり厳しくて凝縮されてこう濃密なものとなって、うん、まあ、子供としては正直いい迷惑じゃないですけども、うん、ものすごくきつかったので、うん、ちなみに叩かれたりしたことは？もうよくそれはもう日々ですね、うん、ただやっぱり理由はありますよね、うん、そこには今日はこういうテーマでスケートを滑りなさいって言われた時にやらなかった、やれなかった、うんうんうん、まあ、まず理由を聞かれて、うん、まあ、理由を言うと、うん、まあ、そこに言い訳があったりとか、うんうん、まあ、その逃げの言葉があったりするとやっぱりその叩かれたりとかもありましたし、うんうん、スケートをお父さん別にやってたわけじゃないんでしょう？やってないです、うん、それどういう指導されるんですかね？別に技術じゃないですよね？技術も入ってましたね。ああ、そう、うん、ただやっぱりそこの技術を指導する中で父親なりの勉強もあったんですよね。例えば自分なりに学んでスケートの本も読んで、うん、また父親自身が大学の指導者にどういう技術指導がいいというこう指導を仰ぎに行って、うん、どんなトレーニングが今流行ってるのかとか、うん、どういうトレーニングが喘息患者に向いてるのかっていうのを勉強して僕に指導してくれてたっていうのはありましたけども、うんうん、なぜか不思議とやっぱりこう本気で向き合うことによって父親もアドレナリンが出ていったのか、うん、何かこう延命治療もせずにそこから9年生きてくれたんですよね、うん、まあ、高校2年生から3年生にかけて人生のターニングポイントとなったのはそこですよね、うん、まあ、厳しい指導をしてもらったこと、でもその指導がなくなったことによっての何か自分がこうどう生きていったらいいかわからない、うんうん、でもその指導があったからその後の人生を強く生きていけたっていう、うん、叩けるのって親だけなんで、うん、もし他人が叩いたらそれこそ暴力で、うん、親がその特権をちゃんと持っていて、だからこそ親が本当に責任感を持って叩くべき時にきちんと叩いて、叩いちゃいけない時には絶対叩いちゃいけないし、愛情は絶対に捨てちゃいけないしっていうふうに思うんですけどね、うん、別に痛がらせる必要はないんですけど、叩いたふりでいいんですけど、それも僕は子供をちゃんと認識、明確に子供に善悪とかを認識させるには必要だと思うんですけどね。今社員さん持たれてるじゃないですか、はい、社員教育とかは、まあ、スポーツジムがあってデイサービスあって訪問看護ステーション、そしてサービス付き高齢者住宅っていうのがあるんで、その中でやっぱりこうある程度2年とか3年した時の、またもしくは1年の中でのあえて人配置を変えてみたりとかして、うんうん、そうすると中のモチベーションも変わったりとか、うん、本人たちももっとこういうのやってみたいっていう意識が芽生えてきたりとか、うんうん、まあ、それが一つのモチベーション維持として、うん、まあ、強みとして持っているのかなというふうに感じますね、うん、すごい、いろいろ経験するとあのね、あの育つと思うんですけどね、うん、ここまで行ったから満足っていうのはなくて、今も社員にもそうだし自分自身にも今もそうですけど、去年できたことが今年できないっていうのはもう許せないですもん、うん、社員にもそう言ってるんですけど、で去年より1年間君は経験積んだんだから成長してるはずなんだから、去年よりできてるはずでしょうって。うちできるだけ今の新しい保育園作った時はできるだけスタッフに関わらせるんですよね。だいたい業種からやっぱり春先にオープンが、だから1ヶ月に5、6店舗バンってオープンする、みんな行って新しいスタッフ現地で採用したって何もわからないんで、
全国から女うち二十何歳の女の子がもう新潟行ったり北海道行ったり仙台行ったりって現地立ち上げしてるんですよね。やっぱ愛情を持ってやるようになりますよ。スタッフたちがやっぱり私って楽してたなとか、あ人に感謝するの忘れてたなとか、あいい経験させてもらってるなとか、お客さんに来ていただいてありがとうとか、ありがとうって言われた時の本当のありがとうとお愛想のありがとうの違いが分かるとか、あそんで僕は今日プレゼント、まあ、子供が3歳、はい、4歳ぐらいになったら、はい、これをちょっと見せていただいたら、はい、僕がストーリー考えたんです。へーそうなんですか。僕紙芝居がいいなと思ってて前から、うん、アニメとか動画じゃなくて紙芝居って絵が止まってるじゃないですか、うん、でも止まってるから子供ってその間の絵を想像するんですよ。で不便だから工夫するじゃないですか、で僕うち保育者に言うんですけど、そういうふうに子供が集中して遊んでる時に絶対声かけるなと、ゆうちゃん何してんのってすぐかけるんですよね。で子供にはもう遊んでる時はもう声かけない、自分で考えてる最中なんで、だから紙芝居もずっと見てる子ってものすごい考えてるんですよ。こうやって2人のファームの子供たちのいろんな体験の中でどこまで不便を経験させる、なんか感性を磨きに来させているというのと、不便なところで、常に工夫するわけじゃないですか、うん、だから自分で工夫する子供を育てたいなと思って、うん、大人もここ来るとね最初言うんですよ、何にもないですねって。それは都会のビルを基準にしてるから何にもないって言ってるのであって、ああなるほど、何にもないんじゃなくて、あなたが雪を見ていない、森を見ていない、湖の真っ平を見ていない、風を見ていない、雪見ていないから何にもないねって言われるだけの話で、こういう本当に場所に来ると、うん、やっぱりこう人間の本来持ってる本能的な部分が、うん、まあ、五感を研ぎ澄ますことにもなりますし、うん、何かこう呼び起こすことにもなるのかなと思っていて、いや本当にそう思いますね、うん、子供の顔変わりますよ本当ここ来ると。だからうちのスタッフも年に1回あの選抜で研修に来させてるんですけど、みんなやっぱ顔つき変わりますもんね。聞こえないと思っていたら、静かだと思っていたら、聞いていなかったのは自分であって、聞き方と意識を変えると、鳥の声とか風の音とか、歯の音とか沢の音とか聞こえるようになるんですよね。人間って聞こうと思ってることを聞いてるんで、だから見ようと思ってるものを人間は見ていて、聞こうと思ってるものを、うん、聞いていて、考えたいことだけ考えている、うん、だから結局意識で全部変わるんですよね、うん、だできるって思ったら多分絶対できると思うし、うんうん、生き方や価値観は学校の先生じゃなくてもう親しか教えられないと思うんですけどね、まあ、でそれをなんか押し付けたらまずいっていうふうに思ってるかもわからないけども、でもその人が親が思っている絶対的な価値観って僕は押し付けるべきだと思うしね、うん、それが親子関係だと思うし、うん、もしそれに反発して親のことを嫌いっていうふうになったら、それはそれで自立なんですよ、うん、別にいいんですよそれは。親は押し付けていいと思うし、押し付けた通りに子供がならないといけないわけでもないと思う。でそれが私は違う生き方をしたい、違う価値観で生きたいっていうふうにもし子供が思うとしたら、それでいいし、やっぱり正義感を教えるのは親であるべきだと思うんですよね、はい、うちの子供たちもスケートいろいろ教えて、スケートだけじゃなくていろいろ体験、はい、ご協力してください、はい、ぜひお子さん大きくなったら見せてください、はい、今日はありがとうございました。今いくつでしたっけ？僕今40なんですよ。いつまでやりますか？プロというか死ぬまでやりたいなと思いますけど、100歳ぐらいまで。何歳から始めてたんですか？3歳の時ですね。富良野が実家だったので、もう本当に毎日滑ってましたね。小学校中学校からもう海外遠征とかしてたんでしょ、はい、もう海外とか行ってやっぱり何か変わりました？
実際高校生に上がった時にちょうど契約メーカーのコーチが、スロベニアっていう国の、コーチだったのでコーチの家にホームステイしながらこうトレーニングをしててでその16から20歳ぐらいまでの間でやっぱりこの一気に世界との差がそれまで一緒ぐらいなんですけどそこからこうなんか感じましたね。特にヨーロッパなんかは国技ぐらいこうスキーってなってるんでやっぱりこう優秀な人が集まってきてやっぱりなので日本のスキーよりは厳しいような気がしてその中に僕入ってで20歳ぐらいの時にもうダメかなっていうような感じでアルペンレースをちょっとこう卒業するのかしないのかっていうような感じ。まあ、ちょうどでも僕20年約20年ぐらい前って就職氷河期というか、なかなか就職しっかり勉強してた子でもできないような時期だったんで、でも やってきたのはスキーしかなくてで結局アルペンレーサーとしてもこう世界で戦い日本代表も落ちてっていう話になってたん で今僕も所属させてもらってる札幌市内にあるバンケースキー学校の、校長が造園をやってたんで、で夏造園で冬スキーインストラクターやってで今、出場している全日本スキー技術選手権大会っていう大会に、出てました。何歳で優勝したんですか？28の時ですね。で優勝した時に初めてもうスキーだけでやってきなさいっていうのは言ってくれて。まだ40歳ですけど、はい、人生何が大事ですか？一番僕今大事だなと思うのがその自分の周りの人たちですよ。もう本当に関わってる人たちがどれだけ幸せになれるか嬉しい思いになれるか気持ちよくなれるかっていう喜んでもらえるかっていうことをできるかっていうことが一番大事だと思ってて、こと仕事云々というか生きていくためには一番大事なことなのかなっていうふうに思うんですよね。いや僕も非常に同感で、まあ、うちの社員にもそう言ってるんですけど、人に喜んでもらうことが自分の喜びみたいな。最近の人若者って多分それに気づいてない人がいっぱい多くて、まあ、うちの会社社員には言ってるんですけど、お金はありがとうの対価でありがとうの裏書きのないお金をもらっちゃいけないっていう、就職活動してる若者でやっぱ意外と多いのが就職したらお金もらえるんだと言ってるんですよ。会社に入ればお金もらいくらもらえるんですかっていうふうに就職しようとする子会社取らないと思うんだけどな、ね、この会社で貢献したいっていうふうなスタンスの人がちょっと少なくなってきたなっていうのはね、寂しいなと思うんですけど、今を見てりゃ褒めてあげないけど、未来見てりゃもっと葉っぱかけないといけないし、葉っぱかけないといけないの時にこの人がものすごく自立してて、で次目指してる子であれば褒めてあげようと思うんですよね。次目指してないと次目指せって怒らないといけないし、満足してたら、あるいは自分のダメを認めてないとか、ダメなところを見てないとかいうのだったらやっぱ怒らないといけないし、あるいは開拓隊の子供なんて1週間経って自宅に帰るとたった1週間ですけど、お母さんがいないところでお母さんに頼れない、お父さんに頼れない、電話もできない、だからみんなで一生懸命仲良くして協力して1週間ずっとやるんですよね。まあ、小さい時そういう訓練、怒っててもそういう訓練しないと、基礎をきちんと作るまでは怒ってでも叱ってでも叩いてでも愛情必要、愛情が必須ですけど、愛情を持ってるのが必須ですけど、ですもったいないなと思うんですけどね。理不尽なことがあったとしても、理不尽なことあったでしょ。ありまくった、もうすっごいありますよ、いまだにあるし、失敗とか怒られることをなんか悪いことだと捉えるんじゃなくて、自分の気づきのチャンスで、次のステップ、未来のためにはそれがあるから自分が考える力がつき、知識がつき、だと思うんですけどね。この前開拓隊ちょっと来てもらったじゃないですか、結構しっかりしてたでしょ、子供たち。しっかりしてるのもありましたし、その大人が考えてるより子供ってできるんだなっていう、このグループっていうか組織は子供なりの組織ってちゃんとできるんだなっていうふうに、それでみんなで成長していくっていう、それはすごく感じました。
子供がこうなんか教えてこうなかなかできないとするじゃないですか、うん、でついつい大人がいやこうやるんだよって、うん、とかまた ついつい口出ししたり、うん、手出ししたりするじゃないですか、うん、あと3回待ってりゃできたのにって思うんですよね、うん、でそれよりあのちょっとおっちゃんにもやらせろって言って、うん、やって実はそれ見せてるんですよ見本を、うん、でそれをずっと子供見てるんですよね、うん、もう意外と観察してますから子供たち、うん、同じように学んでるけど、うん、片や教えられたのと、うん、片や学んだのと、うん、これものすごい大きな違い、うん、あのスタッフにはおいもう成功させるなと成功今回は本当にレンガの家は成功させるなよって、うん、失敗させて悔しい思いした方が絶対人生の、うん、いい経験になるんだからっつって、うん、って言って成功させるなっつって言ってんのに意外と段取りよく進んであのであの成功しましたと俺成功させるなって言ったからっつってスタッフにいやできちゃいましたでも子供たちには、はい、あの完成させなくていいって思ってるんですけど子供たちにはあれこれじゃ絶対やれっつって西山さんが来てこれを絶対いついつまでに完成させなきゃいけないっていう、うん、もうルールがそこであるわけで、うん、子供たちは絶対完成させないと、うん、ここはもうこの国なくなっちゃうぐらいの感じでやってるんでいやあれはすごいあの戦略というかあのファームの戦略素晴らしいなと思って僕見てたんですけどでもやっぱあれぐらいのやっぱりプレッシャーというかこうしっかりとしたこうルールがあるってことはみんなその中でまあどうやったら完成させれるかなっていうふうに考えながら子どもたち同士でやってたっていうことだと思うので、うん、時間ってものすごい大事で、うん、どれだけ一緒に同じ時間を費やすかあのどっちかというと1日を1年間で10回分割して一緒にいるより10日間を1回だけずっといると、うん、みんなボロ出てくるんですよね、うん、うちのスタッフも合宿研修やるんですけど、1週間やるんですけどだんだんボロ出てくるんですよ、うん、だそっからつつき合いが、うん、お互いのつつき合いが始まってで、あ、分かったあなたがそうしてほしいんだったらこうする私はそれ許せないみたいな話とかこうけん、ね、結構やり合うんですよね、うん、そうすると1週間やるとね子供たちもスタッフもそうですけどもう結束力強くなるんですよね、うん、そこで信頼関係出るとできるとスタッフはそうですけど離れて勤務してるんですけど多分あいつも頑張ってるから僕も頑張ろうとかでそういうところで仲間が、うん、信頼できる仲間ができるといやいや自分だけ諦めちゃいけないとかいう気持ち湧いてくるでしょ、うん、あもうもちろんですよ、うん、自分が楽しいことだけやるんじゃなくて人と関わって人を喜ばせたりとか仲間が自分を応援してくれるからやっぱりいざという時に踏ん張れるじゃないですか、はい、サッカーとかでもサポーターの人がいるおかげですとか、うんうんうん、ファンのおかげですとか言うじゃないですか、うん、で僕あれ本当に本気で言ってくれてるんだろうなと思うんですよ、うん、最後踏ん張れるのはやっぱりみんな応援してくれる人がいるから、うん、だから多分家山選手もでもそれプレッシャーじゃなくて期待なんで、はい、やっぱ期待される方が嬉しいですよね、うん、期待はプレッシャーになりますけどでも慣れてくれば快感でしょそうですねやめられなくなってますよその辺は40歳までやってる頑張ってくださいありがとうございます参加を参加おめでとうございます。ありがとうございます。でも下からいっぱい入ってきてるんでしょ。そうですね。はい。追われる立場やなもうね。それでも自分がその20前後の時に先輩抜いてやるぞみたいなのがやっぱあった。抜いてやるぞっていうか自分が試合に出たいっていう意思の方が強かったのはありますね。うんうん、今の子たちが逆にちょっとおとなしく見える面は感じてます。優しい。優しいよね、うんうん。扱いがちょっと難しい。うんうん、どういう意味で。怒った方がええんかこれは褒めた方がええんかみたいな、うん、怒られ慣れてないですよねでも ね怒られるのがあ怒るのがダメっていうふうによく最近言われますけどでも怒られたでしょ結構怒られましたよ、うん、はい監督とかからもですけど上の
先輩方からも、うん、はい、当時は何言ってんねんと思ってたけど、うん、今思ったら明らかに自分が悪いことして怒られてたのが理解できますし、うん、感謝してますね。最近でも若い人たちがいい子すぎて、まあいいんですけど、素直でいい子でなんかすごい綺麗な